そこにいるのって一平と新之丞だ。だろ？あいつらって友達だったんだな。とりあえず挨拶しようぜ。おーい、一平、新之丞。おや、あなたたちは。いつぞやはありがとうございました。実はこの店で服を仕立てようとしていたところ、たまたま彼に会ったんです。君たちも知り合いだったんですか？ええ、以前鎌治様と一緒にお世話になりまして、ただその後なかなかお礼を言うことができなかったんですよ。そちらはどういうお知り合いで？前に千里様が彼を護衛役に任命したことがあったんです。まあ実際はそれを利用して世間って狭いんだな。まさかお前たちが知り合いだったなんて。ああ、いえ違います。僕たちは初対面です。服を仕立てに来た彼とたまたまここで会い、雑談をしていまして、そうしたら次第に鎌治様と千里様に関する話題になり。ああ、心配いらないと思いますよ。お二人ともずっと前から知っていますから。あ、そうそう、確かその二人から手紙を届けてくれって依頼されたんだよな。あいつらってもうかなりいい感じの仲だったよな。まさかあれからさらに進展があったのか？ええ、そのことで僕たちも近々何かあるんじゃないかと睨んでいるんです。例えば正式に婚姻を発表されるとか。わあ、めでたいぞついに結婚するのか。まあただの憶測に過ぎませんけどね。正式な発表を前に聞きに行くのもはばかられますし。ただ宴用の礼服を仕立ててくるよう命令されたんです。そしたら一平さんも鎌治様から同じ命令を受けていたみたいで、両家が同じ時期に宴の準備をしており、さらに酒や食材類も大量に購入しています。これはもう婚礼の式を挙げるとか。それにここ最近千里様はとても上機嫌で、しかも体重を減らすために食事を減らしているという噂まであります。うんうん、いいことだな。でもどうかしましたか？ああ、私の気持ちなら心配する必要はありません。千里様が思い人と結婚できることを心から。ええ、そうですよね、僕もそう思います。でもあまり喜びすぎるのも良くないでしょう。ただの誤解で私たちがぬか喜びしているだけかもしれません。今のところ招待状を届ける仕事などを任されていたら各所モテたのですが。新之丞、全然大丈夫そうに見えないな。すみません、実は最近寝不足が続いておりまして、お恥ずかしい話です。仕事中にこんな疲弊していては勘定奉行にも迷惑ですし。二人の婚約について心配しているのですか？いえ、そういうわけではありませんが、どうも心がモヤモヤしていまして。その気持ちよくわかりますよ。モヤの中にいたら不安になりますし。あ、どうする？オイラたちが聞いてきてやろうか？直接聞くのはさすがにあまりよろしくないの。それだ、彩香が知ってたら確実にわかるな。シャブ業を巻き込むのもそれはそれで良くないかと。大丈夫、こいつと彩香は親友だからな、心配いらないぞ。そうでしたか、あ、本当に助かります。じゃあ早速上里屋敷へ行こうぜ。訪れる旅、優雅で立派な佇まいには圧倒されますね。では我々は迷惑をかけないようここで待っています。おい、彩香はそんなこと気にしない。たとえ勇気を振り絞って行ったとしても何をしたらいいか分かりませんし、それにもし失言なんかしてしまったら。そっか、じゃあすぐ戻ってくるから。盤面を見ずに今の一手でこちらの布陣を崩すとはさすがです。さて次はどう打つか。彩香、どうも、オイラたちだぞ。あ
君たちか。久しぶりだね。悪いな、お嬢ならちょうど外出中なんだ。おや、この声はトーマ、もしかして九段の旅人さんかい？ご明察。はじめまして。彩香から話は聞いています。お会いできて光栄です。社奉行上里家当主上里綾人、以後お見知りおきを。妹がいつもお世話になっています。やっとお二人にお礼ができますね。ただあいにく綾香は外出中でして。上里家に関することであればこの私にご相談ください。本日はお日柄もよく、この度は突然のご訪問誠に。突然どうしたんだい？だってこの人なんだかすごそうな雰囲気が漂ってるだろう。それに立ち上がっただけでなんだか部屋の空気が急に変わって喋りにくく。小さなお客さん、過分なお言葉感謝いたします。そうかしこまる必要はありません。公務の場ではないので。はあ、しんどかった。そんじゃ遠慮なくズボッと聞くぞ。九条かまちと柊千里が結婚するって噂が流れてるんだけど。おや、あなたたちの耳にも入っていたんですね。なるほど、そうでしたか。ええ、確かに事実です。二大奉行の有力者同士の婚姻です。稲妻全土で大きな話題となるでしょう。祭事や文化に関することは社奉行の務め。その件も当然我々の管轄になります。まあ、ある意味奉行と将軍様のメンツは人々から同等に見られるからね。ほもほも。まあとりあえず好きな人同士が結婚できるんだし。ええ、そうですね。奉行官の婚姻は滅多にないことですが。では後ほど俺が両家を訪問し、上里家からの祝い。いや、今回は私が自ら出向こう。え、しかし若にはまだ公務が。九条家と柊家が婚姻関係を結ぶのだから、上里家も相応の礼を尽くす。社奉行の業務は実に雑多。そのため婚礼などの祭事はいつも妹に任。ただ彩香はここのところ多忙で手が回らない状況なんです。一方私はちょうど時間が空いて。そこでどうでしょう、あなたたちも一緒に行きませんか。この件を気にかけているということは、あなたたちとあの二人の間にはな。であれば共に訪問し彼らを祝福しませんか。そんな特別って言えるほどの仲じゃないぞ。まあいろいろありはしたけど、手紙を送ったのもただ依頼を受けたからであって。って、そうなのか。ありがとうございます。あなたたちがいてくれれば無意味な挨拶を多少省くことができ。お前社奉行のくせに挨拶が苦手なのか。おや、わざわざ世辞を言うなんて煩わしくはありませんか。トーマ、客人と出かけてくる。はい若、お気をつけて行ってら。やっと戻ってって、社奉行様。おや、このお二人は。オイラたちと一緒に来た友達だ。本当のことだったん？ただの噂ではなかった。それは良かった。僕たちの思った通りでしたね。ただ私があの二人の代わりに伝えたのはいささか妥当とは言えません。当主様、僕たちなんかにそうかしこまらないでください。絶対に秘密は守りますので。なら安心して大丈夫そうですね。そうだ、これから九条家へ向かう。もちろんですとも、光栄です。その私は先に失礼させていただきます。新の嬢。ああ。失礼いたしました。ごゆっくりどうぞ。ああ、ご苦労だった、一平。まさか、社奉行様がいらっしゃるとは。十分なおもてなしができず、申し訳ございません。九条様、そう気を使われずとも結構です。
本日伺ったのは、柊木様ともうすぐ婚礼の儀を挙げられると耳にしたからです。それはご丁寧にありがとうございます。オイラたちもお祝いに来たぞ。高塚家の一件以来、天領奉行の内情はだいぶ落ち着きました。当主代行として政務にいち早くなれるよう尽力しております。謙虚な方だ。世間ではあなたの評価はとても高いようですね。滅相もございません。周りの者たちに支えられているからこその地位です。そして情勢が落ち着いてきた今人生の一大事だもんな。いえ、そんな、なんだか少し申し訳ございません。いえいえ、このまま聞いておりますので大丈夫ですよ。何せ刑事です。お気になさらず。眉を潜めながら幸せ。ええ、ありがとうございます。そのところで今回の婚姻についてそんなことありません。周りからは様々な声が上がるかもしれませんが、あなたもきっと後々の問題を考えた上でご決定。ええ、おっしゃる通りです。ならば自信を持ってください。強い意志を持つ者はすでに決めたことに揺らいだりはしま、ただ個人的にはちょっとした懸念があります。というのは？天領奉行の内情を正そうと尽力したことは称賛に値します。これを皮切りに変革が始まることでしょう。この時期に柊木家と九条家の婚姻を発表すれば、各地域や勘定奉行内であなたのあらぬ風評が。はい、さすがは神里様。それに関しては僕も頭を悩ませていたところ、柊木慎介様は僕が千里さんと連絡を取るのを堅くなに反対していました。ですからもしこの機を逃してしまえば次はないかもしれません。あ、思い出したぞ。あのじいさん、顔は笑ってるのにオイラたちの邪魔。お気持ちはわかります。しかしそれは問題を先送りにしているだけのこと。ええ、ごもっともです。しかし千里さんが勇気を振り絞り結婚を申し込んでくれたんです。はい、彼女から手紙をもらったんです。悩んだ末、そういえば僕が改めて求婚を申し込もうと彼女の元を訪れ。え、どういうことだ？彼女は嘘がバレないようにあえて困惑するふりをしていたんでしょう。もちろん交際を続けてきた僕には彼女の真意など明白でした。彼女は僕の冗談に文句を言いましたが、顔をあからめながら。なるほど、それで二人の合意のもと式の日。ええ、こうして僕たちはようやくお互いの胸の内を。僕もそろそろ頃合いだとは思っていたんです。この先何が起ころうとも僕は必ず彼女のそばに立ち続け。うわっ、まぶしい。さっきから突っ込みたかったんだけど、恋に落ちたやつってみんなこんなの。申し訳ございません、神里様。それにお二人も。いえいえ、むしろ安心しましたよ。あなたのその態度と決意を見て心配は不要だと感じました。婚礼の儀をつつがなく執り行えることを祈っています。そうだな、お前のその出れた顔はちょっとイラッとするけど。皆さんありがとうございます。さて、我々は次の用事があります。はい、外までお送りいたします。あいつ忙しそうだったな。結婚する人ってみんなあんな感じなのか？そうですね。九条鎌治様は身も心も幸せに浸っています。旅人さん、あなたはどう思いますか？ねえ、恥ずかしがり屋ではあっても私も気にはなります。ただ残念ながら物事の本質を追求することは。そうだよ、なんでだ？オイラたちがもし冒険の途中で似たよ。おや、冒険者の考え方ではそうなのですね。理由は主に2つです。1つ、我々が把握している情報があまりにも少なすぎる。2つ、こちらの方が重要なのですが、私たちが無理に干渉すれば
親切心が裏目に出てしまうことも。確かに小文は全く気にしてなかったな。世の中のあらゆるものはつながっています。一見して単純な結果であっても、その大半は複数の要因がつ、何事も明確にしようとすれば効率は悪くなり、ねえ、そういうことになるかもしれませんね。普段から私はこのように考えています。ことが起こった以上、その原因にこだわるよりも、それがもたらす最終的な結果が有益なものであり、それによって惑わす、今のところはっきりとした結論は出せないでしょう。それよりも旅人さん、あのような短い会話でこうも要所を抑えているとは。あれ？でも里はもうかまじ。それはあくまで九条かまじの主観であり、事実とは噛み合っていない可能性。私たちも柊千里がどのように考えているの。確かにそうだけど。問題ありませんよ。これから柊木家へも祝福の挨拶に行くつもりでした。もし彼女も九条かまじと同じように固い意志をお持ちであれば人生常に順風満帆というわけにはい。過ちですね。離島をよく訪れる紹介の役員も招いた方がいいでしょうか。ええ、少なくとも招待状を送る必要は。ん？ああ、あなたでしたか、シャブ行様。わざわざ勘定奉行へお越しいただいたということ。 いえ、ちょうど式の話をしていたようですね。今日はそのことで来たんです。現在柊千里様のご都合はいかがでしょう。お嬢様なら客人の応対中です。神里様、それに使用人の方々もどうぞ中でお待ちく。オイラたちは使用人なんかじゃないぞ。おっと、このお二人は私の友人です。イヒヒ、そんなに気を使わなく。あなた方のお手を煩わせるつもりはありません。私たちは近くを散歩でも。大事な式の準備を邪魔してしまい申し訳ございません。とんでもございません。柊木家の刑事はいつもお手伝いをさせていただいて、このように忙しくしているのも盛大で賑やかな式を挙げたいと望んでいるからです。時期が来れば家族だけでなく一般の方々にも公表し。ええ、素晴らしい心がけで。では私たちはこれで失礼させていただき。はい、お気をつけて。ことだったのか。あ、また会ったね、君たち。毎回とんでもない大物を連れてるね。おや、こちらの店主ともお知り合いなのですか。おう、前に稲妻城で将軍様と友樹のところで。なるほど、推薦したのはあなたたちでしたか。団子牛乳の話は耳にしていましたが、まさかあなたたちが絡んでいたとは思います。私も普段彼の屋台の前を通るたびに珍しい飲み物を買っては試しているんです。ちょうど離島で屋台をやっているのを目にしたので。神里様たちのおかげで商売もようやく軌道に乗り、僕の創作料理を食べてみたいという人も、そして何よりこの調子で創作料理の道を突き進んでもいいのだと、より多くの人に僕の料理を食べてもらいたい、お客さんに創作の楽しさを感じてほしいと、今回もいろいろと悩んだ末に新しい飲み物の発売に踏み切り。それは興味深い。どんな飲み物でしょう。お客さんに選択を委ねるんです。自由に食材を選んでいただき、それを牛乳やお茶に入れて飲む。団子だけでなく餅、紅芋団子、黒糖、夕暮れの実など豊富に取り揃えています。それ全部牛乳に入れて大丈夫なものなの。想像がつかないけど。ここに置いていない食材も選んでいいのでしょうか。え、それはそうですね、問題ありません。もともとはお客さんに自由な発想を与えたいと考えてのことです。僕が用意した食材に。それはよかった。ちょうど気になる食材があります。スミレウリ、海藻、それから海レイシなんて。そんなの牛乳に入れるのかよ。そうですが、何かいけなかったでしょうか。いやいや、それで美味しくなるのか。大切なのは過程であって味は二の次。いかがです、
旅人さんは何か思いつきましたか？オイラに選ぶ権利はないんだな。これが周りからの圧力ってやつか。では海レイシーリ牛乳を3杯。かしこまりました。すぐに用意しますので少々お待ちを。さ、どうぞお召し上がりください。やっと飲み込めたけど、頭の中が真っ白に。私はそんなにひどくないと思いますよ。思ったより満足してるんだな。オイラは他にもっといい食材があったよ。味を気にしているのですか？当たり前だぞ。美味しい料理を食べて、うまい飲み物を飲む。ええ、その通りです。私もそれらを楽しむことができそうかもしれません。ですが人の時間には限りがあります。あまり寛容でないことに時間を割くことは、公の場に出る際は妹が代わりになってくれたり、警視のトーマが火星を処理してくれたりと。けど今はただ時間を潰してるだけだろ。そうでもありません。場所を変えて詳しくお話ししましょう。些細なことなのですが、婚礼に対する彼らの考えを知りたかったので。するとすぐさま、ヒイラギ家の刑事は自分たちにとっても喜ばしい出来事で、しかし実際はその逆です。え？どういうこと？ヒイラギ新助様はまだ牢の中。今や勘定奉行は、今のヒイラギ家の柱はヒイラギ千里です。しかし彼女は嫁ぐことを選んだ。それでも彼らは心配するどころか、純粋にお祝い事だと思っています。おそらく部外者の前で家の内情を話したくなかったのでしょう。よく見張っておいてください、ヒサシ。はっ。うわー、どこから出てきたんだ？彼は私が最も信頼を置く週末版の一人です。当主様、当然のことをしたまでです。あそこにいた者たちから目を離さないでください。はっ。では早速任務へ向かいます。おっと、そうでした。先ほど私が飲んだ牛乳をトーマにも1本。かしこまりました。トーマも巻き込まれるなんて。神里様、ヒイラギ様の応対が終わりましたので。ご苦労様です。さあ、ヒイラギ千里に会いに行きましょう。おーい、また会ったな千里。神里様の他にもお連れの方がいるとは聞いていましたが。ヒイラギ様、お久しぶりです。おかげさまで平穏な日々を送っております。めったにお会いになれない神里様が公務でご多忙かと存じますが、本日は私と鎌氏のため。 いえ、お気になさらないでください。我々三奉行は皆将軍様のもとで働いているものです。その喜びに感化されてか、私まで嬉しくなったほどです。嬉しいお言葉、感謝いたします。簡単に決められるようなことではありませんでしたが、この一件によって世間には少なからぬ影響を及ぼしてしまうでしょう。千里も大変なんだな。はい、正直なところ今も不安は残っています。ただ鎌治さんがいつも励ましてくれるんです。どうやらヒイラギ様はいろいろと悩みを抱えていらっしゃるようです。はい、考えなければならないことが。実は先ほどまで応対していた方は重要な客人などではなく、府中の役人である新。え、あいつだったのか？はい、彼は急に私のところに来るととても大事な話があると言いました。話を聞いてみると、その内容はとても率直なもので、普段の彼は物静かなので、あのように興奮した姿を見て驚きました。彼は婚姻をするのに今は適していないと言っていました。もし私が九条家に嫁げば、一家の柱がいなくなり、ヒイラギ家の基盤は揺らいでしまいます。その上、私自身にも悪い影響が出るで。二つの家族が一つになるだけなんだから別に問題ないんじゃないか。いえ、
稲妻の風習において家族とは大きな影響力を持っているのです。婚姻を結べば柊様は九条家の一員になります。そうなれば勘定奉行の内部では、はい、おっしゃる通りです。このようなことを言うのはあまりよろしくありませんが、あ、お客様に愚痴を聞かせるなんて本当に申し訳ございません。いいんですよ、そういった類の話を聞くのも社奉行の務めですから。あなたが抱えている悩みを知った以上、私たちが九条様から聞いた話によれば、柊様の手紙がきっかけとなり、しかしあなたはそのような手紙を書いていないという話も聞いています。九条様が言うには、それはあなたの照れ隠しで。え、それって鎌地さんが求婚の際に使った小細工なのでは。可愛らしく色鮮やかに書かれた丸文字で。おお、可愛い丸文字だったのですか。その手紙がなければお二人は婚姻を結んでいなかったかもしれないという。そう言われると確かに、あの手紙は私が思っていたものと違ったのでしょうか。九条様の話によれば手紙はあなたが書いたものだ。え、どういうことでしょう。しかしお二人がそのように信頼し合えるのは実に良いこと。照れ隠しをしていたのはきっと九条様の方なのでしょう。何せわざわざ求婚のために小細工をしたなど。そうですね、おっしゃる通り手紙の件は本当に重要ではないのかもしれません。しかし立場のことは違います。もともと私と鎌地さんは共に歩み続けることさえできればですが、もう少し夫婦になるということは一生に関わる重要な問題です。それから困っている人々を助けるのも社奉行の務めの一つ。先ほどお話しした内容は私自身をあなたと柊家の立場に置いて考えたものです。愛し合う者同士が一緒になることは決して汚すことのできない刑事。お言葉の一つ一つを心に刻んでおきます神里。ええ、ただご自身の気持ちに素直に従えば問題ありません。あ、お見送りします。大丈夫ですよ、お気遣いなく。旅人さん、どこか落ち着いて話せる場所を探して。あの感じ、九条鎌地とは大違いだったな。あやと、もっと千里に具体的なアドバイスとかしてやれなかったのか。どうすればいいか。いえ、言えることは全て言いましたよ。社奉行の立場上、他奉行の内情に口を出しすぎると。ただ事の真相を探れば探るほど妙な違和感を覚えます。妙？どこが妙なんだ。柊千里に早く婚姻を結んでほしいと願っている者がいます。私の推測ではおそらく勘定奉行の人間でしょう。考えてもみてください。一般の役人ですら柊千里の状況を心配しています。それなのに柊家を補佐している人たち、言葉に一貫性のない者がいたらその人の行動から本心を探る必要があります。天領奉行の高塚家よりもはるかに優れた、もし偽造の手紙が効力を発揮しなかったとしても責任を問われる心配はありません。その時は家の誰かが勝手にしたことで、そして今回のように成功すれば表向きは二人の仲を取り持っただけであり、柊千里が九条家に嫁ぎ柊家の当主が牢屋に入ったままとなれば、勘定奉行の中で柊家に対する不満の声が上がることでしょう。証拠ならあります。新之丞です。新之丞？そろそろ戻ってくるはずですね。は、当主様。うわぁ、これで2回目だぞ。彼らは勘定奉行の衛兵を連れて行きましたね。はい、新之丞という男です。やはりそうですか。首謀者にとって柊家が弱っている今こそ、本来であれば九条鎌地の説得により
ヒイラギ千里の婚姻は確定的なものとなっていました。しかし新之丞と話したことで彼女に迷いが生じてしまった。でもそれならどうしてオイラたちを疑わないんだ。先ほど我々の会話を終始盗み聞きしている者がいたので。そうだったのか。余計なこと話さなくてよかったぞ。あ、じゃあ手紙のことを話してた時に妙な間があったのも。そのはずです。しかしことを企てた者たちはこのようなことで計画をやめるわけにもいきま。彼女は非常に受け身的な立場にあります。他人の言いなりとなり、それでも未来で幸せが待っていると思いながら、九条家に嫁げば柊木家の娘としての肩書き、勘定奉行における地位。結婚は罠だったんだな。ただそう簡単にはいかないでしょう。彼らは影に潜み、その上表立ってこの婚姻を阻止すれば確実に悪者扱いされ。そんな、じゃあどうするんだよ。この事態を思い通り制御するため彼らも前に出て牙を見せる必要があります。それまでは新之丞の救出を優先しましょう。彼に罪はありません。新之丞の居場所を教えてください。何してるんだ。新之丞を離せ。そこの者、直ちに暴行をやめなさい。どうしてシャブギョ様が。いや、俺たちを動かせるのは旦那様だけ。そうですか。ならば覚悟なさい。トイレ、トイレ。そのつづけ。引くぞ。チョック、ジュゴン、リツリオ。付き合い。天道、ここにある。敗北。神里流スイーユー。引くぞ。よっ、先に引くぞ。くそ、引くぞ。早く旦那様にこのことを伝えないと。おい、逃がすか。追わなくて結構。魚を釣るには餌が必要です。放っておきましょう。それよりも彼らは先ほどの戦いで鍵を落としていました。まずは新之丞を救出します。ただ激しい戦闘だったので鍵を見失ってしまったようです。蹴られ。お、タヌキがいるぞ。もしかしてタヌキが持ってったんじゃないか。ねえ、追いかけましょう。ございます。危うく溺れ死ぬところでした。彼らは私を檻ごと海に放り込むつもりだったようです。そうだ、お嬢様の婚姻ですが、何者かがそれを利用してよからぬことを企んでいるようなんです。落ち着け新之丞。そのことならもう知ってるぞ。え、はい、その件でしたら私たちも気づいていました。この計画の首謀者はそう簡単に諦めないでしょう。すぐに新たな策を講じ。シャブギョ様が自ら手を貸してくれるんですか。この件は三奉行にとどまらず稲妻全土に関わる一大事。私、将軍様は昔からくだらない権力争いを嫌悪していました。将軍様の臣下たる奉行として。そうなのですか。新之丞、とりあえず今は戻ってはいけません。どこか身を潜めるのが得策です。旅人さんにパイモンさん、我々もここを離れましょう。おや、これはこれは、シャブ行様ではありませんか。あなたが理由もなくここに現れ、私の部下に怪我を負わせたと聞きました。まさか何か企んでいらっしゃるのでしょうか。いえ、死刑が行われていると小耳に挟んだものでして、責任ある稲妻の後人として見過ごすわけにはいかなく。たとえ新之丞があなたの家臣であっても好き勝手にできるという法はありません。死刑？死刑だなんてとんでもない。あの雑敗、どういうわけかお嬢様のもとへ行き、自分勝手で失礼なことを口走ったのです。
身の程知らずも、そのせいでお嬢様はひどく怯えていらっしゃる。つまり彼がそのような行動を取った理由をあなたはわからないのですね。こちらはあらぬことをいろいろと吹き込まれたのです。わけがわからないのも当然でしょう。両家の婚姻は実にめでたいことですが、ヒイラギ様が九条家へ嫁いだとしても、ヒイラギ家のお嬢様であることに違いはありません。もちろん私たちも誠心誠意を尽くして彼女に仕え、孝子の憂いを断つのにお力添えします。責務を果たすのが我々の原則。それを守るどころか、あの男はお嬢様の心を乱した。彼は情熱的な男であったがゆえに過ちを犯したのでしょう。くっそー、理屈ばっかこねやがって。そういえばふと思い出した話があります。シャブ業について以来、私は毎日のように興味深いもの、ある外国の商人から聞いた話によると、とても長い舌を持つ鳥がいるそうなんです。あなたも博識なお方、そのような希少な鳥が普段どういった目的で使われるか。は、観賞用の愛玩動物です。この鳥の面白いところは、飼うことができず何の役にも立たないところでして、仮に捕まえたとしても、なぜなら皆口を揃えてこう言うのです。舌が長く、へりくつばかりこねて騒いだ挙句、な、シャブ行様ともあろう方が我々勘定奉行を揶揄するために。いえ、とんでもありません。勘定奉行の皆様はいつも実直で、自身の責務を果たす善良な方々だと思っています。まさかあなたのような方が人を煙に巻いたり、重箱の隅をつついたりするとは思いもしませんでした。シャブ行様、その発言に証拠はあるのですか。目の前に証人がいるではありませんか。あなたは彼が確信をついたのを知って、慌てて口封じを。おや、松浦家は名家だというのに、忠誠心は臣下である彼に遠く、せっかく教育を受けて官僚になったのに、表沙汰にはできない悪巧みばかりするなんて。賢いと言うべき、将軍様のために働いてきたあなたは、周りの優秀な人々からちっとも学ばず、利益に目がくらみ。松浦様、私は決して怒ってなんかいませんよ。ああ、そうですか。では聡明なあなたは、これは我々勘定奉行の問題、こちらで何とかします。それから竹の内情にまで口を出すのであれば、私も勝手にあなたの意図を推察しても良いということで、あなたはただ勘定奉行と天領奉行の力が一箇所に集中することを避けたいだけだから、もっともらしい理由を見つけて、この婚姻をなかったものにしようと。おや、あなたの目にはそのように映っていたのですね。さすがと言うべきでしょうか。賛成力に関する、婚礼は必ず行います。どのような手を使おうとも、今頃は布告もされ、稲妻でその瓦版が飛び交っているでしょう。九条かまじと柊木千里が恋仲であったことは世間に知られていませんでした。これが布告された時点で、たとえ婚姻がまだであっても、なるほど、やはり私の考えが足りていませんでした。はあ、ようやくそれを思い知ったのですか。本当はあなたのことをそこらの人々よりは賢いと思っていたので。クミソとアヤト、貴様、もう言いたいことは終わりのようなので、そろそろ私もよろしいでしょうか。何が言いたい。婚姻を結ぶことで勘定奉行と天領奉行が一つになれると、実際孤立するのは勘定奉行の方かもしれませんよ。何。さて、あなたとは大変有意義なお話ができましたので、これで失礼します。おい、何が何だかおいらさっぱりなんだけど。彼らが策を講じるのであれば、私も無策で挑むわけにはいきません。予想していた通り、彼らは前に出て牙を、まずは稲妻城に戻って現状を確認しましょう。
勘定奉行の柊木お嬢様と天領奉行の九条鎌治様が結婚するみたいよ。ええけど突然よね。そんな雰囲気全くなかったし。ああ、でもこの一歩を踏み出すのは。いいところにお越しくださいました。実は僕も今しがた耳にしたばかりな。どうしてこんなにも急な発表がされたのでしょう。それなんだけど、実はすっごく複雑なことに。なるほど、まさか僕たちの婚姻を利用しようとする者が。このまま婚姻を進めた場合、あなたに影響はさほどありません。しかし僕もその可能性を考慮していなかったわけではありません。ただ彼女と結ばれたいという思いの方が。ええ、お気持ちはお察しします。ただ失礼ながら、考えてもみてください。あなたが彼女が守られなければ大変なことになると思った時点で、彼女は何か失っていることになるの。あ、そんな。あなたを責めるつもりはありませんよ。大切な人を守りたいという気持ちは当然ですから。それにあなたはとても聡明で優しいお方。あなたの愛する柊木様はきっと自立心が強く。いや、しかしもし彼女がこのままあなたと婚姻を結べば、これから先、あ、それでも問題ないのでしょうか。僕は心から彼女を愛しています。だからこそ彼女が苦しむ姿はもちろん、神里様のおっしゃる通りです。僕の今までの考えはただもう手遅れなのではないでしょうか。私に策があります。しかしこの策には、鎌治様、この策で私とあなたは悪役を演じ、ある程度の危険に身をさらす必要、いかがなさいますか。まだ挽回の余地があるのならば、ぜひその策をご教授いただきたい。私は勘定奉行の者にこう伝えました。この婚姻によって勘定奉行と天領奉行が一つに。この計略で柊木家の力を弱めるにはある条件が必要です。それはそもそもメガリレーの終結後、天領奉行は勢力の弱まった勘定奉行に手を出。そのような行動を起こさなかったのは、あなたが天領奉行の当主につき、つまりあなたにとって最善とも言える手は、社奉行の指示を受け、それによって天領奉行の当主であるあなたはもう何も心配をする必要。なるほど、確かに今の状況に合った巧妙な策と言えます。そうです、我々の狙いは柊木様の立場を変えることにあります。そうすれば勘定奉行での柊木様の地位も確保。あの者たちがこの一件の背後にある組織網に気づいた時、婚姻を阻止するため彼らが作り上げた障害は彼ら自身の手で解決。承知しました。組織網がうんたらかんたらとなれば、事の背景が勘定奉行の耳に無事届くようにしなければなり、私と話をした松浦様も今頃は落ち着きを取り戻し、彼は間違いなく稲妻城内に偵察を多数送り込みます。鎌治様、あなたのお力もお貸しください。そろそろ頃合いですね。私の忍びが。天領奉行の人がこんなにたくさん。この通りで何か起きたのでしょうか。僕は商人なのですが、気づいたらこのような厳重な警備が敷かれていたもので。いえ、ご心配なく。すでにご存知かと思いますが、そこで九条様は柊木様を予定より早く稲妻城へお迎えするつもりなんで。そんなことが。ここにいる皆は柊木様のためにその道を守っています。我々だけでなく、この先にも天領奉行の者が大勢待ち構えており、その全員が同じ任務を背負った者たちで。その僕が言うのもあれですが。いえ、こうすることで九条様が柊木様を重要視していると世間に見せつけているんですよ。そうだったのですね。
なんてことだ。旦那様が懸念していた点が的中。あの者たちは通りを護衛していると言っていた。もし旦那様が柊木様を手放さなければ、いや、柊木様が離島から離れれば彼らが押し寄せてくる可能性がより増すかもしれない。天領奉行を相手に今すぐに戻って報告しないと。あいつ逃げてったぞ。これで仕掛けは十分。膨れ上がる疑心暗鬼は恐怖を育てる養分となるでしょう。あとはそれが成長し熟すのを待つだけです。嵐の前の静けさこそも、あいつらおとなしく過ちを認めるかな。気になるのであれば2日後また離島へ来て柊木家の状況を確認。私は他にもいろいろと公務があるので、ひとまずここで身を引くとします。駒はすでに動きました。彼らが投降するのも時間の問題でしょう。ええ、このような手を使うのは何も初めてでは。では皆さん、またお会いしましょう。柊木千里が幸せになることを心から願っています。言っちゃったぞ。本当にあいつの予想通りになるのかな。おう、オイラも同感だ。2日後また離島に来てみようぜ。あ、旅人さん、外での出来事はもうすでに耳に入っていますよね。そう焦らないでくれ。オイラたちが説明してやる。天領奉行の人が来てから彼らは急に怯え始めたかと思うと、何か密談をするようになりました。まさかそのようなことになっていたとは。全て神里様の計画だったのですね。申し訳ございません。実はまだついていないんです。答えなんて最初からなかったのかもしれない。選択肢がなければこれほど悩むことはなかった。瞑想するあまりこう思ったこともあります。ただ突然貼られた布告を見て、婚姻はもう確定事項、安心するどころか逆に心に大きな穴ができたのを感じ、神里様のおっしゃる通り、この先私を待ち受けているのは本当に幸せと言えるものなのでしょうか。でも今は受け入れられます。誰かが私の婚姻を利用しようとしているのです。ただこれも私が求めていた答えではありません。そしてこの件がどういった結果をもたらすのかも疑問が。あ、柊木様、こちらにいらっしゃったのですが、いなくなったのかと思い肝を。あなたたちは、あの時シャブ行様の隣にいた。何しに来たのですか。まさか落ち着いてください。この方たちは友人で。友人、ただの友人であると。柊木様、以前もお伝えしましたが、今はとても特殊な時期。私たち、いや勘定奉行全体にとって、この者たちの目的が真っ当なものであると。そんな回りくどい言い方すんなよ。どうせオイラたち。私の友人に失礼な発言はやめてください。あなたは警戒をするあまり。私は、一連の出来事はすでに把握しています。この方の訪れこそあなたたちにとって離島での騒動は、あなたたちに問題を収集する能力がないことを証明しています。これは命令ではなく、私はただ釈明を求めています。承知いたしました、柊木様。他の者と相談してまいります。佐藤、立派だったぞ。はあ、すごく緊張しました。でもこのような事態になった以上、ええ、では納得のいく答えが出るのを待ちましょう。厳粛な話し合いのもと、こたびの一件は正直なところ、今は誰も余裕がなく、みんな恐怖に怯えています。はあ、申し開きの余地もありません。指針にとらわれたばかりに対局を見ず突きすっとうか、もう一度機会をいただけないでしょうか。ごもっともですね。天領奉行を説得できるのはシャブ行の神里様しかいます。後日神里屋敷へ向かい、
持てる限りの誠意を。ヒイラギ様、ご同行いただけないでしょうか。あなたは今や最も重要な。シャブ行様、すでにご存知のこととは思いますが、現在離島に天領奉行の者たちが集結し、先日はとんだご無礼を働いたというのに、このようなことを申し上げるのは。松浦様、申し訳ございませんが、私は公務で忙しいのです。この後も別の予定が詰まって、何か用があるのでしたら率直に言っていただけると。我々の謝罪が取るに足らないものであることは百も承知です。しかし現状はこのように謝罪をする以外、ヒイラギ様は私たちにとってなくてはならない存在ですから、シャブ行様に間に入っていただき、口では何とでも言えますね。今さら布告を撤回すれば人々に嘘をついたことになる。三奉行を貶めることは将軍様の顔に泥を塗ることに等しい。それは我々が全責任を負います。それから新たに布告を出し、説明の場を設け、全ては誤解であったと民にし、なるべく影響を最小限にとどめるよう。松浦様、このような結果になると知っていれば、しかしおっしゃる通り、私や九条様の心情がどうであれ、このままでは離島で起こっていることの収拾がつかなくなるでしょう。それにこれは非常に重大な問題です。鳥を飼ってみれば理解できるはずです。よく舌の回る鳥は心地よい鳴き声を響かせることもある。舌があまりにも長すぎて飼うことすらままならない鳥なら、舌を切ってしまえばいい。はい。あなたの目的は分かっています。私が九条様と話しても構いませんが。それも承知の上です、シャブ行様のお力。わかりました。ではそろそろお引き取りください。はい、ではこれで失礼いたします。それからヒイラギ様、あなたにお話ししておきたいことがあります。え、あ、はい。先ほどの神里様はまるで別人のようで、息ができないほど緊張。彼のような傲慢な家臣には厳重な戒めが必要となります。私はシャブ行として将軍様の信頼を背負っているのですから。しかし私の身分など関係なしに。はい、神里様。ご存知の通り、神里家には極めて困難な時期がありまして、かつて私ども一族は過ちを犯しています。父上はその償いと家名を回復させるために本す、父上を心から愛していた母上も、突然の出来事にシャブ行に走った激震は計り知れません。神里家の力は失墜、周りの者たちは残された私と妹を邪魔。今となってはいささか信じがたい話に聞こえますが。なんだか今の勘定奉行と少し。あの時の私は現状を受け入れるほか道はなく、誹謗や搾取に耐えながら強力な後ろ盾を探し、私に他の選択肢などなかったのです。自分がどうなろうと構いませんでした。ただ家族を、大切な家族だけは。幸い私の努力は報われ。なんだか理解できたような気がします。新之丞は私の輝きを誰よりも知っていると言ってくれました。だからこそこれから人の下につくことになる私の胸の内にある不安は婚姻への迷いだと思っていました。でも実際は違います。鎌治様が婚姻と素直に向き合えたのはその覚悟があったからです。ええ、今の私はあの時の彼と同じ。彼は勇ましく将軍様に向かって武器を構えました。その時の彼のように自分自身を超える時なのだと思う。はい、あなたが真に成長すればお父上も安心するでしょう。しかし残酷な言い方かもしれませんが、これらは。はい、それでも成し遂げてみせます。この機に
ヒイラギ家がかねてより担ってきた責務を引き継ぐつもりです。そうすれば、鎌地さんにかかる重荷を軽減できます。私も身を守りつつ、彼を支えて、お二人が幸せな道を歩めるよう、心からお祈りしています。神里様、本当にありがとうございます。では、私もそろそろ失礼いたします。ええ、どうかお元気で。今のあなたなら、どのようなこ、はい、それはすでに身をもって感じております。おいら、なんだか千里が輝いて見えるぞ。お前もすごかったな。誰もがお手上げだと思ったのに。棋局において相手の攻勢を利用し戦局に変、今回の相手は決して難敵ではありません。策を練ってはいましたが、もしオイラだったら。でも千里が柊木家を再興しようとしているのを見て。ええ、そうですね。稲妻が安定するのは我々にとってもいいことです。何よりこう見えてもシャブ業の当主ですよ。おそらく松浦様にとって権力は一生追い求めるものだったのでしょう。稲妻が安泰であるからこそシャブ業も平穏無事でいられます。しかし人は貪欲な生き物。このような計りごとは初めてではありません。私はただ三勢力を牽制し合うようにしただけ。安泰とは完全なる静止を指すだけではありません。もう一つの利点は柊木様の重要性が知れ渡った点です。関わりのなかった一族と信仰を結ぶよりも。ただの結婚でそこまで考えるなんて。まさか最初から結婚を阻止しようと思って。確かに私の判断は不謹慎なものだったかもしれません。己の立場に関わることをひとたび諦めれば苦境に立たされているとも知らずただ奈落に落ちていく。これからの成長を見守るとしましょう。そうだな、こればかりは待つしかないな。ええ、お二人ともどうもありがとうございました。いつか妹の手が空いている時にでも。どうやら一件落着のようですね。何もかも全て丸く収まった。唯一の問題はなぜか変な味の牛乳を飲まされたことぐらい。おや、口に合わなかったかい。珍しい味のものが好きだったと。わか、あな旅人も一杯飲んだんだよ。彼はどうでしたか。若から見てもよ。ああ、今回旅人は重要な役割を果たしてくれた。そう簡単に確信をつくことはできなかったかも。さすがは若、人の問題に介入しつつご自身の目的も果たすとは。ただの成り行きだよ。まあそうだ